前日は12時ぐらいにベッドに入ったんですけど、緊張のあまりほとんど眠れてないですね。あ、やっと起きたみたい。まずはトイレに直行ですね。まあやっぱライブの日はね、お腹痛くなったらいけないので、もう朝にね、出すものを出しちゃいます。にしても寝癖ひどいの。撮ってんの？そう。今日は Vlog 撮ってんね。ライブ当日の。今日する髪型をインスタから探しました。大好きな BTS のシュガさんです。今日はライブってことでね、前日に美容院に行って、で、美容師さん、明日ライブなんですけど、ピアニストなんでやっぱ横顔がね、綺麗に見える髪型お願いしますって言って、で、切ってもらいました。ヘアアイロンで毛先をくねくねさせて束を作って完成。じゃあ、この温度はなんか暑いと感じた。猫にか、天使って泣いてるわ。まあね、メンズメイクって賛否両論あると思うんですけど、僕的にはもう大賛成で、俺めっちゃニキビできるし、顔にもともとコンプレックスしかなかったけど、でもそういうのもメイクでカバーできるし、まあ自己満よ、自己満。ほな、行ってきます。いやー、最高の大人でいいライブ日和になる。それもやばい。ああ、なんとか無事にね、ライブ間に合いそう。なんて日だ今日は。一体なんて日だよ。見ちゃってんのかな、これで。多分、あ、あった。今日はここでライブします。あ、すごい。わ、めっちゃ綺麗。いけます。おはようございます。あれ、行くか、始めちゃうからね。あ、どうや、写真かと思って。初めてじゃない、一緒に弾くの。あ、本当に初めてですよ。もう一緒の演奏会はあるけど、渡るさんって呼んでる人ってあんまり見たことない。嘘、え、僕、レルコーキ、僕、スミさん、スミさん、スミさんって呼んでる、渡るさん。一番俺が、下か、下か、メロリスとで言うと一番、今、花さん。ピアノが空いてたので、夜の部に弾く情熱大陸のアドリブパートを練習してます。アンコールがそれと。これ終わんないもん。これさ、いや、ちょっと一旦ちょっと、これさ、あのね、止まらへん、普通に。カラオケ大会できなくはない。うまいな、大きにね、こいついいっすね。おお、あら、これはすごい、なんかそういう、わ、すごい、しかもすごい。おお、誰だ。同じ。お気に。いやー、ゆうちゃん楽しみやね。来たね。ラフやな、えらい格好。そう、なんか今日は真逆じゃない、二人。さっきまで、うん、アンジー君も結構ラフだったんで。そうそうそう。そうで、なんかさっき会話始めて、え、じゃあさっき会った人おるかな、階段で、あの、あった。そうね、ちょっと見えちゃうからね。そうそう、あの、ほんまこの中の服持ってへんかったんやけど、さっきザラであのタクシー乗って買ってきました。言うんや、言うんやそこ。もうええやろ、もう。Thank you.
久々のコンサートでマジで緊張した。改めまして、ワップです。じゃあ最後に、ね、あ、そっか、なになに、みんなさ、手つないでさ、ありがとうございました。ああ、みんなでワップ作るですか。そ最後に、ね、そやったことないこと最後にやる。やったことないバレました。夜の部です。美しいね。綺麗な顔だろ。高めてブロまたりどり引かせていただきました。ちょっとさっき好きな食べ物鶏肉って言っちゃって、なんか好きな食べ物は鶏肉で、複雑な心境で、いや、ほんまにちょっと頭が鳴ってます。すいません。もうさ、見てわかるぐらい頭回ってないな。お疲れ。どちらかといえば猫派だそうです。角渡さんです。大丈夫ですか、今日遅なんのに。皆さん、てっぺん超えますよ、夜の部。返しませんからね、やりますか、はい。高いよね。まあ僕も高いんですけど、うん、そんな調子に2人が綺麗な曲を聴きたい。本当にいい曲なんで。
よ。めっちゃ褒めた。演奏もやっぱすごい、素晴らしいし、星空まで、ほんまにすごい。出てる時音色めっちゃ綺麗し、これなんか柔らかいし、ほんまに忖度なしでまず言ってたよ。そうだよねって前から思ったとか言ってね。え、三宅さんも言ってます、うん、MC もね一番ちゃんとしてるよね。じゃあ俺は真面目やん、わかんない、ボケられへんねん。ポストみたいな、そういろいろ全部ひっくるめて一番点数高いよ。全クラブ OKOK、 行ってきます。なんやこれ。めっちゃゆっくりしてた。まあ1日後やってきましたけど、うん、なんか大丈夫、なんか心配なんよ一番コウキ君、うん、なんかちゃんと名前覚えてんのかなみたいな。それ言える、それは名前から覚えてますよ、はい、アンジ君、ユウちゃん、ミヤケンさん、シミワタル、スミワタル。告知とかありますか？あります。はい、今日のこのライブの舞台裏みたいなの僕今日動画撮ってるんで、ゼピアのチャンネル登録して待っててください。あ、出た。うわ、出た出た出た。はいはい。あ、すごいすごい。あれが、オスか、オスか、どっちや、どっち。おーい、ありがとうございます。ライブ終わりの、ライブ終わりのビールが一番うまいに決まってるやん。さあ気を取り直してもう一度ビールを飲んでいくんですけど、次はね、あ、美味しそうに飲んでますね。いや、先ほどはお見苦しいところをお見せしました。で、ライブ終わりに来たこの会津屋っていう店はたこ焼き発祥の店で、もう昔から家族に連れられてきてた、もう大好きな大好きなたこ焼きのお店なんですよ。もうほんまにみんな行って、ほんまに美味しいからって言うてる間に舌やけどしてますね。これもう迷うことなく2杯目頼んじゃいました。美味しかったです。ってことでごちそうさまでした。ただいま。